34歳にして、はい、奥さんと子供2人いながら金融機関を辞めるとカサコでいいかも。本日のゲストはトータルビジネスサポーターのイクさんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。インナーチャイルドカードセラピストのラファエラさんの旦那さんということで、はい、ラファエラさんのカサコでいいかもにもたびたび登場するこの旦那さんとは何者なのかということで、はい、あの動画初登場という。ね、コンピューター専門学校に入ってインターンシップな感じで金融機関に派遣されました。大学受験には失敗したけれども、はい、まあ、その専門学校がコンピューターだったのが功を奏し、そして、はい、金融機関にそのまま入っちゃいました。それでまあそこで、家内とも出会ってるんですけれども、はい、ある時突然その金融機関が吸収合併をされるというような大きなその事件が起こりまして、はい、直後にですね、はい、その部の部長が変わりまして、はい、その方とちょっと非常にこの相性が合わなかったというか、うん、一回やるたんびにこうお前はみたいな感じでこうどんどん責められまして、うん、まあ、今でいうところのパワハラっていうのかな、うん、気力がなくなってしまって、なんかずっともう布団から出られないみたいな状態が結構続きました。1ヶ月ぐらい続いたんじゃないかと思います、うん、このまま行くとちょっと自分でもその自分が自分で死ぬのかみたいなその状態になったところで、うん、もうこれ以上は見てられへんっていう感じで、うん、もう家内がもう辞めればという、はあ、普通はね、自分の旦那さん仕事行けへんかったら何してんのよそうですよ ね、 ね、あの私の周りでもやっぱりそういう人たくさんいたんで、うん、その合併した後ってやっぱりきつかったんで、うん、辞めたら終わりみたいなところあったんですけども、うん、逆になんとかなるし辞めればいいんじゃないっていうことで辞めたんですよ。34歳にして、はい、奥さんと子供2人いながら金融機関を辞めるとまあ、そもそもその金融機関って言いながらそのシステム開発のところにいたので、あ、はい、まあ、ソフトウェア開発をしている会社であれば、うん、とりあえず転職はできるであろうと、うん、じゃあ、まあ、ソフトウェア会社にシステムエンジニアとして転職。そうですね、うんうん、でその時にやっぱりその月の稼働時間が300時間とか。月の稼働時間300時間、はい、もうまあまあソフトウェア業界ではまあなんか当たり前みたいな話なんですけど、それがねやっぱり続き始めて、まあ、偶然隣で一緒に仕事をしてた年下の男がいるんですけど、はい、彼がねもう自分でやればっていきなり言ったんですよ。自分で進路を思いしても自分でやった方がこの先こうやる気が出るんじゃないっていうようなことで、その彼がもう私をこう押してくれたというか、で実際彼のところに今度逆にそのフリーランスとして登録して、うん、その彼のところから仕事をもらったと。1年目に売り上げが結構な売り上げになったんですよ、フリーランスの1年目でね。あ、じゃあまあご自身でプログラムの委託を受けるだけではなくて、なく、はい、もういろんな仕事が入ってくるのを逆にこう振りいろんな人に振って、はい、はもうこれは個人事業主の、まあ、売り上げではまずいよっていう話になって、はまあまあじゃあその会社、法人化を図りましょうということになったんですよね、うん、はい、で最盛期に結局社員とそのいろんなそのフリーランスの人とか全部集めてうちの会社から仕事に出てたのが60人ぐらい。60人の正社員がその時は26人いたんですよね。それがだから起業して4年目ぐらい、もうこのままいったらもうすごいことになるなみたいな、うんうんうん、でその時ちょうど年商が4億円ぐらいあったんですよ、はい、給料としてはどのぐらいもらってた。給料はね、まあまあ2000万円ぐらいですかね。アメックスのカードを持った時に、はい、
まあ、偶然アメックス の, その自分の会員サイトに入ったらね、はい、あのプラチナ持ちませんかっていうのが画面に出てきてですね、プラチナプラチナカードの会員あの年会いくらなんていう話でね、はい、それはね多分12万ぐらいやったんですよ。へえ、年会費12万。そうなの、プラチナカードと会社のプラチナカードを持ったので、はい、それで年会24万ですよね。へえ、ダイナースの営業の方が、うん、ダイナースカードをお持ちじゃないですよねって話で、うんうんうん、いや持ってないんですけど、うん、ぜひ お持ちになりませんかって言われた時に、うん、ダイナースカードって使いにくいイメージがあるんですよ。はい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 、あのいやダイナースは結構ですわって言ったら、うん、いや黒なんですけどって言われたんですよ。黒黒なんですけどっていうその一言にえみたいな、黒いカード、黒いカードはちょっと憧れるわねっていう話で、ちょっと営業さんに話をしたら、はい、いやもう審査なしで黒出しますって言われて、審査なしでブラックカードブラックカードもうでその私はベンツ持ってたんですけど、この前は BM に乗ってたんで、最終的にはベンツと BM やったんですけど、ベンツ BM だとあれいくらぐらいする？僕が乗ってたやつね、多分700万か700万あのぐらいだと思います、うんうん、BM はね普通にノーマルの BM で、逆にその車用車にしてたんで、うんうん、あのそれでも450万か500万か高い時計とかしてたんですか？時計をちょっと逆に集めるみたいな、でも集めるって教えてるんですよ、ロレックスは5個か6個ぐらいあったんですよ。ロレックスが5個か6個で、あとまあそれ以外にブライトリングであるとか、はい、オメガであるとか、はい、まあ、結構数は揃ってて、私が買った当時はまだ30万円台ぐらいだったんですよ。30万の時計を5、6個ぐらい。でその社長とその役員さんはすっごく、まあ、手こ入れしてくれたおかげで、もう売り上げが急上昇したんだよね。そのトップが変わった時に方針が一気に変わった、はい、西田のところの会社だけ、うん、こんなに売り上げが多いの、他の会社と鳴らしなさいっていう話になったんですよ、鳴らされたら売り上げがね9割ぐらい減ったんですよ。坂道を転がるっていう表現が、転がり落ちるっていう表現が本当に合う、そんな感じでしたね、うん、払えるお金がもう準備できないんで、うんうんうん、あとはどうするかって言った時に、あの私は自分でまあ会社を起業しているので、うんうん、自分で会社をまあ倒産させる、うん、整理するっていうのを考えないようにしてたんですよ。あ、考えたくない、あ、自分が作ったものを自分で終わらせるっていうのが、うんうん、まあ、経営者としてはもう、うん、最大の侮辱みたいなのがあったんで、なかなかこう踏み切れなかったところで、また家内がですね、うんうん、もうここら辺が限界違うっていう、もうこれは再生は無理やろうから、うんうん、じゃああとはその世間様に迷惑をかけないように終わりましょうという形で、うんうん、まあ、レクチャーをいただいて終わったという感じです、うんうん、はい、倒産したのが何年前、何年の時ですかね。13年の1月2年前に倒産。そうですね、うん、でもその倒産した時ってのは自己破産とか？あ、当然自己破産もしてます。あ、全部なくなります。あ、じゃあ本当にまあそれこそ時計から車から、うん、あのね、はい、あれですよ、時計はねもう資金繰りで先に売ってますから。ああ、あのロレックスは売れるんですもう売ってカードのキャッシングとかしたけど、サラ金とかは手は出さず？はなしです。あ、だからそれがね、あれを出すとね厄介なんですよね。ですよね、はい、もうそっからまた転げ落ちちゃうとまた本当に大変なことに、うん、貸してくれるとこあると思うんですよ。もうあかんっていう状態になった後でもそこに借りちゃうと、うん、まあちょっとこう追いかけられ、ね、あ、何か全てを持っていかれるとか、うん、もっと言うとその扉どんどんされて、はい、金返せとか、はい、そんなは一切ないです。だからあれですよね、その、まあ、一つのポイントとしては、はい、資金繰りが苦しくなっても
間違っても怪しいところから借りちゃいけないっていう、それはね、それはね、あの究極やっちゃいけないパターン。と思って自分の中では頑張ろうと思って再起をしようと思った時に、あの心臓が止まるという、ちょっとまあまあ状態、体の状態はやっぱりちょっと良くなかったんですけども、はいはい、でまあそこでまあなんとか一命を取り留めた。ただ実はね、その時にすごいもう人生に疲れていて、実はもう死にたいわっていう、いつ死んでもいいかなとか、もう死ねたら楽かなって思ってた時期だったんですよ。で生かされたと、これ生かされたんで、まあ何かこう自分にまだまだやっていくことがあるっていうか、やらないといけないことが残っているんやろうなっていうふうに思いました。だから私はそういう、こう人生のこういろんな波があって、それをなんとか乗り越えてきたっていうわけでもないんですけど、やっぱりそういうところで苦しい思いをしている人が多分いっぱいいる。で私が経営者やった時は、当然そのしんどいことを相談できる相手っていうのは家内以外は誰もいない。ただ本当に苦しいと思った時に、私よりもでかい倒産をした人を紹介してもらったんですよ。はい、もうとんでもないでかい倒産をした人、はい、でその人がね、すぐに来てくれて、はい、どうしたんやみたいな感じで、どうもないどうもない、何度でもなるって言われて、とりあえず生きてたら大丈夫って言われた。本当に苦しい時にはそういう経験をした人に、どうなんですかって聞くのはすごく、まあ、勇気がいるんですけど、聞くとだいぶ気持ちは楽になります。私もそういう言葉を聞けたんで、やれるかもしれない。その全部が終わってもまた再起できるかもしれないなっていうのはありました。悩める経営者の方の、まあ、相談役として、そうですね、はい、まあ、お仕事をしていくという、はい、新しく何かをやろうとしている人たちと、すでにやってるけれども、もう自分が一体何をしているのかわからないというような、何をどうしていいかわからないというような人たちの、まあ、棚卸しみたいな感じでこう対話をしながら、こう解きほぐして今度何をするかというのを決めていくというのもやらせていただこうかなと思います。私はまあ本当に、まあ、企業コンサルとか、まあ、事業コンサルタントみたいな形ですかね。そうですね。こうして動画に出るのも、はい、結構な実は勇気というか、そうですね、はい、まあ倒産してからほとんど外に出ないような、人前に出ないような生活をしてたのがあったんで、どうしてもやっぱりなんかこう別に悪いわけじゃないんですけど、はい、自分の気持ちの中ではこうあまり人目にさらされたくないなとか、表に出たくないなってあったんですけど、人が去っていくんだったらそれはそれでいいし、逆にそういう僕みたいな人が必要やっていう人は来てくれたらいいしっていうのもあるの で成功した人の成功談っていうのももちろんそれはためになるんですけど、こう失敗した人から聞く、だからこうしたらこうなっちゃうからっていう話って、そっちの方が意外と貴重だったりするんですよね。そうですね、なかなかね聞けないんですね。失敗から学ぶとよく言うじゃないですか。その失敗談を話してくれる人が周りにどれくらいいるんですか。要はできたら喋りたくない、その自分の過去の失敗ですよね。奥様が、はい、その最近その始めたインナーチャイルドカードっていう、はいはい、なんかあれはなんかご主人様としてはこう どんな風に見られてる。これはまやかしもんじゃないなと思ったんですよ。結構やっぱり怪しい方多いんで特に今その家内がそのインナーチャイルドカードをやってる関係で、はい、いろんなそのセラピストさんとかに会うことが多いんですけど、はい、結構「えっほんま?」って思う人結構いたりするんでね彼女がやってるインナーチャイルドカードっていうのは、こちら側が答えを出さないですよね。その方が自分で考えて自分で整理して答えを出すので、占いとはまた違うんですよ。こちら側からこうこのカードが出たのであなたは虚構ですよとか、そんな話は全くないので、逆に
一切それを言わずにカードを引いてもらって、どう見えますか、うん、あ、私は今こう見えます、それは今そのあなたの気持ちは今こういうふうな方向に向いてるんですよとかいうのを本人さんと会話をしながらやるので、うん、一番本人さんがこう腑に落ちる、うん、ああそうですよね、うん、インナーチャイルドカードに関してはちょっと実は私もちょっと今勉強中なんです。へえ。相手の気持ちをどこまで引き出せるかっていう、あ、そういう、まあ、ツールに使いたいなと思っていたりするので、うん、まあ、本当の気持ちを引っ張り出す、うん、それをやってみたいなっていうのがあって、まあ、だから全部含めてそのトータルビジネスサポーターっていう意味では、うん、そういう心の中も含めてちょっとやっていきたいなと思って、うんうん、それでね、皆さん楽になって元気になっていただければ、あの Facebook のアドレスを入れさせていただいて、メッセンジャーでいただくと、はい、いいかなと思いますので、Facebook では、何で検索すれば、そうですね、西田康史で出てくるとは思います。西田康史で Facebook で検索していただいて、もしちょっと、まあ、お悩みの経営者の方いれば、はい、まあ、ちょっとメッセージで、そうですね、はい、はい、ではあの本日のゲストはトータルビジネスサポーターのイクさんでした。どうもありがとうございました。